学ぶをハブファンへようこそ。このポッドキャストはフリーランスティーチャーのジュンジュンが毎日を子どもたちとハブファンするために、学級経営、生産性向上のためにしていること、メンタルヘルスについて日々チャレンジしている様子や情報を発信しています。皆さん、おはようございます。自分の働き方は自分で選ぶ、フリーランスティーチャーのジュンジュンです。いかがお過ごしでしょうか。今日のテーマは私の好きなアプリ GoodNotes5 のことです。GoodNotes5 業務手帳を2週間使って感じたことについてシェアしていきます。以前年度の終わりにね、これまで紙のノート一筋だった業務手帳を GoodNotes5 アプリを使ってデジタル化しますよっていうお話をしました。まだ聞いてらっしゃらない方はぜひね、そちらも聞いていただきたいんですけれども、であれから2週間以上経ちました。で、実際にね、もう授業も始まって、子どもたちと過ごしている中で実際使ってみました。ですので今日はその使用感についてお話をします。それでは行ってみましょう。その使用感ですけれども、便利、生産性が上がる、もっと使いたくなる、工夫したくなる、これが今の実感です。私にとってはなくてはならない GoodNotes5 と業務手帳の組み合わせになってきています。別にこれ案件でもありませんし、心からの感想です。ではなぜなくてはならないアプリになったのか、その理由についてお話をします。それは一元化です。つまり1日に必要な情報が画面この1枚分でですね、これで一目で把握することができるということです。この安心感がもうね、30年以上ね、紙だけで管理してきた、その体験の以上にね、その時に感じていた恩恵、安心感以上のものを今感じています。今までには感じることがありませんでした。で、私が今回作成した業務手帳の1日分のページって、今までの紙で管理している時と、ほぼ同じなんですね。全部で5つです。まず1つ目は時間割、そして2つ目が簡単な授業の流れと、準備する、事前に準備するものですね。そして、行事がその日にあれば行事にまつわる詳細、例えば開始終了時刻だとか、あとは提案資料などですね。そして放課後や、朝にやる to do ですね。そして帰りの会で伝えること、ここにはね、伝えることや、あとは1日を終えた時の振り返りなどを書くようにしています。なのでこの5つは以前の紙で管理してきた時、私は紙といってもいろいろ変遷があるんですけれども、ついこの間まではね、昨年度まではこうバインダー、見開きのバインダーに開いた時にね、右側にこう紙を挟むところがあったんですけれども、その右側に A4 の用紙で作成した座席表を使っていました。で、そこの座席表の上のところ、だからこう上下でこう分けて、下半分が座席表ですね、子どものこと名前が書いてある座席表と、上半分がこの1から5までの内容を書くようにしていました。じゃあこれまでと何が違うかっていうと、私そのね、左側なんですよ、バインダーの左側、そこにその週に使う行事などの詳細が書かれた提案資料、こう配られますよね。これをね、ザクッと挟んであったんですよ。ポケットがあったので、そこに挟んであったんです。で、こう、昔に比べたらね、こう提案資料などが PDF で配布されるようになったんですが、やっぱりね、提案すればもう修正や過失が加わります。そうするとまた再度周知徹底させるために紙で再度配布されるんですよね。そうするとどれが本番用なのかが分からなくなってしまったりするので、とりあえずもう入れておく、もちろん余裕がある時には古いものはちゃんと処分して新しいものを入れるっていう余裕があればやるんですけれども、結構タイトになってくると、もう絶対忘れちゃいけないからとりあえず挟んどけみたいな状態になることもあるんですね。そうすると左側のこのポケットが紙でね、パンパンになっちゃうんですよ。で、そうするといざ必要な時にこうね、
どれだっけっていうふうにこう探す、情報へのアクセスのしにくさ、探し出すまでの時間がかかることが私とてもストレスだったんですね。じゃあ必要なところ紙写せばいいんじゃないの、書き写せばいいんじゃないのっておっしゃると思うんですけども、まあそれができる時はやったんですよ。でも全てが全て写すよりはもう時間短縮でその資料を見ちゃった方が早いということもありますよね。なのでまあ当時だんだんこう変わっていった中で iPhone でねその資料が配られたらすぐ写真撮って、でそうするとカメラロールをこう探せばいいっていうふうにはしていました。ただ GoodNotes5 を使うとそのね画像を iPad の画面上に貼り付けることができるんですよ。で1日に必要な情報がこう一目で見えるようになるんですね、まあ、そうするともうポケットに今まで挟んであった紙の資料も必要ないです。持ち運ぶ必要もない、探す時間も激減します。だってその日に必要な行事などのプリントはもう画像としてそこに貼り付けておけばいいので、いざ使う時になったらそこをタップして拡大して大きく見せるようにしておけばもうこの老眼の私でもちゃんとはっきり見えるわけですよね。だから、まあ、もちろん下準備必要なんですよ。必要なものをその日その日に貼り付けておくっていうこと、だから、まあ、ちょっとした時間かもしれないけれどもその積み重ねが大きな時間になる。何よりもここに必要な情報がもうあるよっていう安心感は本当に今までの安心感とは比べ物にならない、ものを感じています。ここまででね GoodNotes5 業務手帳を2週間使って感じたこと、この使用感についてお話ししてきました。つまり、まとめるとその大きなメリットは情報の一元化ということです。今までの紙の資料をまとめてね、あれどこだっけ、いくらインデックスつけてもねそのインデックスが埋もれてしまったり、紙が次から次に配られるともうなかなかインデックスつける時間もないってこともあったりするんですよね。なのであれどこだっけってこう探す手間が激減して、そこに貼り付けておけば安心感を持って子どもたちとの関わりにフォーカスできる、このメリットを私2週間使って感じています。ただね、メリットもあればデメリットもあるんですよね。それも感じています。もうこれ正直にお話しますけど、やっぱりね iPad って私プロ使ってるんですけど、それなりの値段するんですよね。だから教室をこう留守にしてね、体育の時間とか行かなきゃいけない時に置きっぱなしにするっていうのはちょっとねはばかられるんですよね。だからやっぱり持ち歩く、そうすると軽量化が図られてるとは言ってもやっぱりそれなりにずっしりと重さも感じるんですよね。じゃあ iPhone でいいんじゃないの、 iPhone だったら持ち歩くことできるじゃない、そうなんですけど、ただねいざ必要な時に老眼だからね、やっぱ iPhone のね、私 Max 使ってますけど、 Pro Max 使ってますけど、大きいとは言ってもやっぱりね老眼には辛いんですよね。なので iPad の大きさが必要、今ね iPad mini っていうのもあるんでね、ちょっとねそのあたりも気になってはいるんですけれども、今のところそれを持ち歩いてるというところです。今のところ感じているのはデメリットはこの程度かな。そうは言ってもね GoodNotes5 で業務手帳を作って情報を一元化していることはもうね過去30年間紙でやってきたことの時には感じたことのない安心感を感じています。それはもう確かです。なので今日の内容を聞いてね、私みたいに、こう資料ねちゃんと管理はしてると、でもやっぱ次から次に配られる資料をあれどこだっけってこう探す時間が気がついたら結構あるなっていう方ね、年齢関係ないけど、40代50代60代の方にはぜひねおすすめしたい方法なので、できるところからやっていただけたらなと思います。業務手帳ってちょっとねハードルが高いかもしれませんけれども、板書計画であれば GoodNotes5 に書くっていうのはハードル低いと思うので試しにやってみてください。今日は GoodNotes5 業務手帳を2週間使って感じたことについてお話をしました。今日の内容に関するご意見やご質問ありましたらぜひお待ちしています。それでは次回のポッドキャスト YouTube まで Let's have fun! バイバイ!